若松浩治、若松浩治、若松浩治、1936年4月1日から2012年10月17日は、日本の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、宮城県出身、本名は伊藤隆宮城県東田郡枠谷町出身、農業高校2年次中退、家出し上京、職人見習いや、新聞配達、 ヤクザの下働きなどを経験。1957年、チンピラ同士のいざこざから逮捕され、半年間、拘置所に拘禁され執行猶予付の判決を受ける。その時の経験により後に監督デビュー作の甘い罠は警官を殺すために映画監督になったと豪語した通りに警官殺しの映画になっていた。その後、職を転々とし、テレビ映画の助監督になる。 ある現場で、シナリオの改編に腹を立てて、プロデューサーを殴り、その場で首になる。その後、ピンク映画の企画が巡ってきたことが転機となり、1963年に、ピンク映画、甘い罠で映画監督としてデビュー。低予算ながらもピンク映画としては、異例の集客力を見せた。若松は、ピンク映画の黒沢明などと形容され、ヒット作を量産する。 若松工事の映画作りの原点は怒りであり反体制の視点から描く手法は当時の若者たちから圧倒的に支持される。1965年、壁の中の肘が日本映画制作者連盟推薦の大映作品などを差し置いてベルリン国際映画祭正式上映作品となり評論家による国辱発言などもあって、 センセーショナルな騒動と泣くことから、若松の名前はピンク映画業界を超えて一般に広く知れ渡った。1965年、若松プロダクションを創設、足立正雄や大山八や厚などの人材が集まる。作品は学生運動を行っていた若者たちなどから指示を受けたが、若松自身は学生運動を支持するために映画を売ったことはなかったと語っている。 自分自身が面白いと思った映画を撮っているとのこと。後に、実録、連合赤軍朝さま山荘への童貞を撮影した時は、前売り券の購入を、昔の学生運動家に頼んだものの、全く買ってくれなかったという。1986年には制作費6000万円を東映都で出資し、松井和洋の衝撃を制作したが、内容が風俗法に引っかかり、 岡田茂東映社長が警視庁から呼び出しを受け、日本の普通の劇場では上映しないと約束した。このため、成人映画扱いを余儀なくされ、配給を変更し、ピンク映画の劇場で小規模上映したが、大赤字を出して、若松プロがあった原宿セントラルアパートのマンションを売って、借金返済に充てた。この後は、自分が借金して、映画を作ることはできなくなった。 若松作品は海外での評価も高い。元ソニックユースのジム・オールークは若松の映画音楽を作りたいがために日本語を習得した。プロデュース作品としては、大和屋厚監督、荒野のダッチワイフ、1967年、足立正雄監督、女学生ゲリラ、1969年、大島渚監督、愛のコリーダ、1976年、 人代辰美監督、赤い帽子の女、1982年等がある。音楽ビデオクリップとしては唯一、ソウルフラワーユニオンを手掛けたことがあり、1998年、アイルランドにて、イーチリトルシングと、風の詩を撮影している。時に役者として出演することもある。また、名古屋のミニシアター、シネマスコーレを自ら経営。 連合赤軍をテーマにした作品実録連合赤軍浅間マ3層への童貞、2007年は2007年8月のユフイン映画祭にて特別支写作品として上映2007年10月には第20回東京国際映画祭にて日本映画ある視点作品賞を受賞した同年12月に若松が設立した映画館シネマスコーレで公開され 2008年3月から全国で公開された。2008年2月に開催の第58回ベルリン国際映画祭において最優秀アジア映画賞、ネットパック賞と国際芸術映画評論連盟賞、死刑賞を受賞。第63回毎日映画コンクールで監督賞。第18回日本映画批評家大賞で作品賞を受賞した。ロングラン上映後。 DVD が発売された。2010年は、寺島忍主演、キャタピラー、8月14日より、全国各地の映画祭などで、上映を公開。撮影期間は12日間、スタッフ数は11人。日本での公開を前に、2010年2月20日、主演の寺島が、ベルリン国際映画祭の主演女優賞を受賞した。観客は、戦争が、 ただの殺し合いでしかない現実と性の根源であるセックスに引き込まれていたという。国内では11月に第2回多摩映画賞特別賞を受賞。12月には新藤兼人賞、サーブ賞2010の最優秀プロデューサー賞であるサーブ賞を受賞した。受賞式で尊敬する新藤監督とこのような形でお会いすることができて本当に嬉しい。これからも 自分の映画を撮れるように頑張りますと述べた。2012年には、三島幸男、三島事件をテーマとして、盾の解決性、1968年から、自決までを描く、11.25自決の日三島、幸男と若者たち、続けて、船戸一い原作の、海燕ホテルブルーを制。また同年には、中上健二原作、寺島忍主演で、千年の湯楽を制作し、 2013年春の公開を控えていた。2012年10月12日午後10時15分ごろ、東京都新宿区内藤町の横断歩道の内藤道を横断中、左から来たタクシーに跳ねられて腰などを強く打った。当初の報道では命に別状はないとされていたが、実際には病院搬送時から意識不明の状態が続いており、17日午後11時5分、 入院先の病院で死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。